ミハエル・バルテルスとアンドレア・ベルトリーニがドライバーズタイトルを獲得した。2009年の FIAGT 選手権は FIAGT 選手権の13年目のシーズン。GT カーにクラスによってタイトルが争われ、それぞれ GT1、GT2 の名称で実施された。シリーズは5月3日のシルバーストンサーキットで開幕し、10月25日のゾルダーサーキットまで。 全8戦で行われた。今シーズンは GT1 と GT2 の2クラスが閉催された最後のシーズンとなった。翌2010年からは FIAGT1 世界選手権が開催されることとなる。ビータフォンレーシングチームはマッセラティを走らせ、シボレーを走らせるペカレーシングのアンソニー・クンペンとマイク・ヘイゼマンズの猛追を受けたものの、シーズン終盤の2戦でクンペンとヘイゼマンズは、 ノーポイントに終わり、ミハエル・バルテルスとアンドレア・ベルトリーニが GT1 のタイトルを防衛した。バルテルスとベルトリーニは、アドリアとハンガロリンクで勝利し、ペアにとって3度目のタイトルへの道をつけた。チームのセカンドペア、ミゲル・ラモスとアレックス・ミューラーの援護を得て、ビータホン・レーシングチームは、チームタイトルも獲得した。いカ,カテゴリの GT2 では、 元ポルシェスーパーカップチャンピオンのリチャード・ウェストブルックがプロスピードコンペティションのポルシェをドライブしタイトルを獲得した。ウェストブルックは AF コルセのフェラーリを狩るジャンマリア・ブルーニットとにビランダーに2ポイントの差をつけた。ウェストブルックは長年のパートナーであったエマニュエル・コラールに変えて最終戦でブリクシア・レーシングのドライバーであったマルコ・ホルツァーとペアを組んだが これはポルシェがタイトルを防衛する確率を高めるためのものであったため論争を呼んだ。AF コルセはセカンドペアのアルバロバーバとニ期家デへの助けを得てプロスピードを打ち破ってチームタイトルを獲得した。CRS レーシングのクリス・ナヤーコスはアマチュアドライバー対象のサイテーションカップを獲得した。2009年のスケジュールを FIA は2008年11月5日に発表した。7つのイベントで2時間のレースが行われ、ブカレストシティチャレンジでは1時間のレースが2度行われた。これらに加えてスパ24時間も実施された。アドリアでのレースはナイトレースの予定であった。しかしながら2009年3月17日に行われた会議でカレンダーは全8戦となり、 ポトテロデロス・フネスサーキットでのレースが、キャンセル、ポールリカールサーキットでのレースが加えられた。これにより2時間レースは7000から6000へと、減少した。6月16日、ブカレストリンクでのレースがキャンセルとなった。これに従い、第5戦はハンガロリンクで開催されることとなり、レース形態は1時間レース2回開催から、通常の2時間レースが開催されることとなった。 ポイントはトップ8に、それぞれ10から8から6から5から4から3から2から1ポイントが与えられた。ポイントを得るには優勝者の走行距離の75%以上を走行しなければならない。また、個々のドライバーは、それぞれのレースにおいて、最低35分以上を走行しなければならない。g t 一中、第八ラウンド、ゾルダー戦の結果は上告の暫定として、 発表された。GT2 リチャード・ウェストブルックが GT2 のドライバーズタイトルを獲得した。サイテーションカップ2009年シーズンは新たにサイテーションカップが設けられ GT2 のアマチュアドライバーが対象となった。対象ドライバーは2009年以前にホモロゲートされた車両をドライブし事務局のドライバー分類システムでブロンズランクに分類されたドライバーである。 ポイントは、スパ24時間レースを除く前線で与えられた。GT1 日産モータースポーツは、ファクトリーチームとしてエントリーしたため、選手権ポイントの対象外となった。第8ラウンド、ゾルダー戦の結果は上告のご暫定として発表された。GT2 フェラーリが、GT2 マニファクチャラーズカップを獲得した。GT2 マニファクチャラーズカップの結果は、以下の通り、 2009年シーズンにおいて GT1 マニファクチャラーズカップはレギュレーションに記載されたがそのポイントテーブルは発表されなかった。マニファクチャラーに対する賞は GT2 カテゴリーのみに与えられた。ありがとうございます。